浪両明神社は福島県郡山市にある神社。式内社で、旧社格は合社主催人廃止当社の旧記によれば、公認天皇の時代、道の区国には、蝦夷がはびこり騒がしかったため、朝廷は天皇元年1月に、道の区では絶知として、藤原小黒丸を下校させたものの効果がなかった。翌年の延暦元年6月、 新たに即位した、関武天皇は、大友やかもちを、道の区ではあぜち、陳寿府将軍に任命して下校させた。しかし、蝦夷の勢力は、たくましく盛んであったため、家持は高畑山の山頂に上り決済し、神々を祭り記念すると、神霊が権現して、朝霞の山々、八津畑山に気遣を表したという。気遣により神源を得た家持は、大しく蝦夷兵手の、 軍を進め、朝廷に背いたり従ったりを繰り返す絵ぞの、族徒たちを従わせることで、道の区やではの騒乱を沈め、ついに民心の安能を得ることができた。家持ちは、平定を成し遂げることができたことに対する神恩に、感謝し、高畑山の山頂に、荘厳な社殿を建立して、鎮守の神として包災したが、社殿は時を経て荒廃したので、延暦三年に、 現在の鎮座地である山崎へと仙座市社殿を造営、愛との神として、八幡大臣を合わせ祭りした。現河温泉にある高畑山への登山道入り口には、上記の遺書書が書かれた看板があり、山頂には、現在も、宇波寮りょ明神社の石祠が祀られている。当社社殿によれば、金明天皇十一年。 朝サ郡の高畑山山頂にセオリ姫命が権現したので採取されたのが始まりと伝わる。社言では、セオリ姫命は、イマリア・なギー命が、淡木原で禊そ払いした際、高戦で受けた穢れより生まれた八十勝姫命と、銅神で、また、セオリ姫命は、伊勢神宮の荒祭り宮や広田神社で祀られている、アマテラス大神荒御玉であり、世の中の罪へ、 まがごとを清める神としている。これは、山と朝廷への態度が定まらない、道の区国に対して、世を律姫命の神女により平定が成し遂げられるようにと祈願を込めて祭祀されたとされている。延暦三年に高畑山より、現在の鎮座地へと先座したという。俗日本語記によれば、上和十四年に、うなみり明神は、十五石下の深海を授けられ、類似国史には、 上岸11年に、聖五石下の深海へと少女されたという記述がある。延長5年に編纂された演技式には、宇な美りょけ神社は、名神大社として指定され、朝香郡の式内者三座のおこそとして、領主、民衆から長きにわたって厚く尊崇された。また、宇な美りょけ神社は、朝香三十三教の僧者とされた。鎌倉時代に入り、朝香郡の地頭として、 工藤助綱が配置され、諸子である朝香勇長を朝香へと派遣した。当時、地元民衆の心をつかむためには、鎮守信仰を利用することが常道とされていたため、工藤助綱も信仰していた、伊豆国の三島大社、伊豆神社、箱根神社を朝香軍に勘定した際は、いきなり、うなみりを明け神社の愛との神として行使することはせず、まずは、 経内抹社として祭り、民衆の安定化と信仰の定着を図った。その後、大永六年に、足利三つ金が、道の区、出羽支配のために、足利三忠、足利三忠を下した際も、同じような政策が取られた。足利三忠が、道の区国朝坂郡笹川に下校した際は、有意所ある、宇なみり神社の再興を志し、大永九年には、 社殿と境内を整備し、鎌倉より下が生きた家来である、大原安信を新官として任命し社務を取り行わせた。現在も、大原家が、偶司社家として包災している。高畑山から、現在の鎮座地に遷座した時に、八幡大臣を愛、との神として行使して、以来、宇な美り明神社は、八幡神社、江戸時代には、愛、との八幡神社と呼ばれていた。 武神である八幡神を祀るため、近隣の武将からも厚く数形を集めていた。領主であった伊藤隆行、足名森隆、足名森宇治、賀茂宇治里の車両200国の寄進状や、上杉影勝の意が示された、慶長5年の関ヶ原の戦い前の祈願文、愛、との八幡文書と呼ばれる古記録など貴重な文書が残されている。明治15年には、 うなみりょ分け神社は豪社に指定された。社殿は、拝殿、平殿、副道付三権者流れ作りの本殿からなる。三権者流れ作りの本殿には、お扉が三枚あり、社殿によれば、瀬尾リ姫命の地と本田別名の他に、王子は、春日大臣が祀られていたという。現在は、瀬尾リ姫命の地と本田別名の二座であり、もう一座は、空座となっている。 拝殿内部大エマ、スチャノー村の山田大蛇大,大事、加藤清正の虎大事や、朝香祖水完成式典の際に、伊藤博文が、当社に参拝し、平白寮として三円を奉納した、時の記録版、浅香神社変額、朝香奏者変額などが掲げられている。そのたとりをくぐると小川が流れており、参道西側には、慰霊碑や、水天宮の石祠があり、右側には、 社務所がある。社殿前の西側には、養蚕神社と中根者の石祠がある。境内者として、工藤助常により勘定された、三島神社、伊豆山の神社、箱根神社、青蘇神社、山の神社,神社、稲荷神社、春日神社、天馬宮、五福島神社などの石祠があると記録されている。春季大祭が4月2日から4日にかけて、 周期大祭が9月18日から20日に行われる。王子はやぶさめ、新予都御が行われていたが、下吉元年の過吉の乱や長六三年頃の大基金の際にほとんどが廃絶してしまったという。日本松藩主の丹橋の庇護を受けていた頃に、朝霞三十三教の僧者として、新予都御の復興が試みられたが、現在は廃絶している。所在地。 ありがとうございます。